皆様こんばんは。キャノン EOS プレゼンテーションをご視聴いただきありがとうございます。本日はフォトハウス銀座よりオンラインという形ではございますが、新製品のご紹介をさせていただきたいと思います。短い時間ではございますが、最後までお付き合いください。本日ご紹介させていただくカメラは EOS R3 です。4月14日の開発発表から約5ヶ月、私たちも正式にこのカメラの情報をお伝えできる日を楽しみにしておりました。まずはこちらをご覧ください。ついにここまで来た。その奥底まで映し切る。まだ見ぬ時の狭間へ。掴んだら離さない。想像力が動き始める。現場に応える強き相棒。映像の新しい時代が走り出す EOS R3。 映像表現の可能性を拡張するため、静止画性能、動画性能ともに徹底的に突き詰めました。本日は高画質、高速性能、オートフォーカス、動画性能、操作性、ネットワーク、そしてアクセサリーの7つの項目に分けてご紹介させていただきます。まずは高画質です。EOS R3 に搭載されている CMOS センサーは、 EOS で初めて搭載するキヤノンが開発した裏面照射積層 CMOS センサーです。優れた受光効率と信号読み出しの高速化を実現し、映像エンジン DIGIC-X との組み合わせで解像感やノイズの抑制など優れた処理を行います。画素数は静止画動画のバランスを考慮した2410万画素、解像感、高感度特性、光学特性、すべての要素から高画質を追求いたしました。常用ISO感度は最高で102400、拡張すると ISO50 から204800まで設定が可能です。HDR 撮影の柔軟性も向上。これまでも搭載してきた HDRPQ 撮影に加え、約 0.02 秒で3枚を撮影し、その後合成する HDR モードも搭載。SDR での3枚撮りだけではなく、HDRPQ の3枚撮りも可能になりました。干渉環境や被写体に合わせてお選びいただくことができます。ボディ内手ブレ補正ももちろん搭載しております。レンズ内光学手ブレ補正との協調制御で EOS R5、R6 と同様に最大8段の手ブレ補正効果を実現しました。その他にもディープラーニング技術によって精度が向上したオートホワイトバランス、 HDRPQ 撮影と同時設定可能なオートライティングオプティマイザーなど、カメラ内での高度な画像処理が可能になっています。続いては高速性能です。今回 EOS R3 ではメガシャッター時には秒間12コマ、電子シャッター時には秒間30コマの高速連続撮影が可能です。電子シャッター撮影の大きな課題であるローリングシャッター歪み、EOS R3 では CMOS センサーの高速読み出しによりローリングシャッター歪みも大幅に抑制。高速で動く被写体であっても被写体が歪むことなく決定的瞬間を捉えることができます。さらに電子シャッター時には6万4000分の1のシャッタースピードでシャッターを切ることが可能です。高速な被写体はもちろん、明るい環境下で大口径レンズの絞りを開放で撮影したい場合や ISO 感度を下げられない場合など、
高速なシャッタースピードで撮影していただくことができます。また電子シャッターを使えば、これらのコマ速、高速なシャッタースピードを実現しながらも連続撮影中のブラックアウトフリーでの撮影が可能です。動く被写体や球技などでも被写体を見失うことなく撮影することができます。レリーズタイムラグも最大で約20ミリセックまで高速化することができますし、 EOS では初めて電子シャッターとストロボの組み合わせでブラックアウトフリーのストロボ同調撮影が可能です。EOS R3 のオートフォーカスは、全画素が撮像と AF の機能を兼ねたデュアルピクセル CMOS AF2 を搭載しております。即興エリアは画面の最大縦 100% 横 100%、 もちろんアルゴリズムも大幅に進化しております。進化した EOS ITR-AFX によって EOS R5、R6 で搭載した人物、動物へのトラッキングに加え、モータースポーツの撮影に有効な乗り物有線も搭載いたしました。乗り物有線選択時はフォーミュラーカー、ラリーカーなどの4輪、そしてバイクなどの2輪に対応しています。乗り物有線選択時はスポット検出も可能。ドライバーやライダーのヘルメットなどピントを合わせたい重要な部分をカメラ側で検出することが可能です。また検出する被写体が人物の場合は、マスクをしている人や横顔の状態でも瞳検出が可能です。さらにフードやヘルメットをかぶっている状態でも頭部検出が可能になりました。そしてすでに開発発表はさせていただいておりましたが、デジタルになってからの EOS では初めて視線入力を搭載いたしました。カメラが撮影者の視線を検出して、視線の位置に AF フレーム、 AF エリアを移動することが可能です。とっさに被写体を切り替えたい場合など、指の操作で AF フレームを動かす時間がない場合に、視線で AF フレームを動かすことが可能です。 AF エリアを任意で設定できるフレキシブルゾーンも搭載、ご自身の使いやすいエリアを設定することが可能になりました。静止画測距の低輝度限界は EV-7.5、 肉眼では被写体を確認しにくい環境でもピント合わせが可能です。そしてこれらを 60fps の高速 AF フレームレートで演算、30コマの高速連続撮影時にも安定したトラッキングが可能です。動画性能に関しましても、プロのユーザーにも使っていただけるスペックをご用意しております。動画撮影時の最高解像度フレームレートは、ロー動画で 6K60 フレーム、 4K に関しましては120フレームのハイスピード、60フレーム、30フレーム、24フレームなど多彩なフレームレートを用意しております。 60p 以下のフレームレートでは 6K オーバーサンプリングで生成された高画質な 4K 撮影を行うことが可能です。記録モードに関しましても多彩な記録モードを搭載しております。取っ手出しを前提に撮影いただく HDRPQ10bit、 ポスプログレーディングを前提に撮影いただくキャノンログ10bit、 こちらは標準装備でキャノンログ3を搭載しております。さらに 6K で撮影いただくロー動画 12bit、豊富なデータでもちろん内部収録が可能です。これらの多彩な記録モードからご自身に合った撮影を行うことができます。またワンオペでの撮影も考慮し、 AF は静止画同様に使用することができます。また強調 IS に加え動画電子 IS も搭載。画角はクロップされますが、より強力な手ブレ補正を効かせることができます。さらに EOS R3 は
これまでの EOS であった撮影時間の30分制限がございません。最長で6時間までの撮影が可能です。ドキュメンタリーやインタビュー撮影などワンカットでの撮影に対応することができます。続きまして操作性です。まずファインダーです。今回は約576万ドットの電子ビューファインダーを搭載、最高約120のリフレッシュレートで高精細で滑らかな表示を可能にしております。またこの EVF とキヤノンの培ってきた HDR 技術の組み合わせで一眼レフのような見えを再現する OVF ビューアシストモードを搭載、ピクチャースタイルやホワイトバランスなどが反映されずに覗くことができるので一眼レフとの併用でも違和感の少ない見えを実現します。また今回は 1DK と同じ縦位置グリップ一体型のボディを採用しております。バッテリーも 1DXM3 と同様に LPE19 というバッテリーを採用しています。さらに背面の操作性は直感操作を実現するマルチコントローラー、 AF 操作をサポートするスマートコントローラーを採用しており、操作性においても 1DXM3 に匹敵する操作性を実現いたしました。さらに EOS R3 は縦位置グリップ一体型では初めてとなるバリアングル液晶を採用、モニターの解像度も415万ドット、タッチパネルでの操作も可能です。カードに関しては CF エクスプレスと SD カードのデュアルスロットです。記録画質の振り分けや同時記録などが可能です。また USB 充電、それから USB 給電にも対応、USB PD 対応のモバイルバッテリーから充電・給電が可能です。外装はマグネシウム合金、1DXM3 同等の防塵防滴性能を有しています。ネットワークはユーザーが求める多彩なニーズに4つの柱で対応させていただきます。1つ目は内蔵 Wi-Fi。カメラの内蔵 Wi-Fi を使用してスマートフォンや PC へ画像送信が可能です。2つ目はイメージドットキャノン。イメージドットキャノンをハブとして PC やクラウドサービスに自動転送します。3つ目は USB 接続。USB でのデータ転送やモバイルファイルトランスファーを使用することでスマートフォン経由でファイルを高速転送できます。4つ目は LAN ケーブルです。有線 LAN の高速通信も実現、無線が不安定な場面でもプロユースに対応します。そして最後に、すでに開発発表しておりますマルチアクセサリー集についてご案内させていただきます。 EOS R3 ではシステム拡張が可能な次世代インターフェースマルチアクセサリー集を搭載いたしました。新たにコネクタータイプの接点を採用し、高速データ通信や電源供給など機能拡張に対応しています。もちろん従来のアクセサリーの多くはそのまま使用可能ですが、今回は新たに4つのアクセサリーを発表させていただきます。1つ目はマルチアクセサリー集アダプター AD-E1、 防塵防滴性能を持つ従来のアクセサリーを装着するためのアダプターで、こちらをつけていただくことで防塵防滴性能が維持されます。2つ目は指向性ステレオマイクロフォン DME-1D、デジタル音声出力に対応したクリップオンマイクです。ケーブルレス化による低ノイズ、高音質なデジタル音声記録が可能です。給電はカメラ側から行います。3つ目はスピードライトトランスミッター ST-E10。こちらもバッテリーレスのスピードライトトランスミッターです。電池を必要としないため、小型軽量に仕上げることができました。
最後はスマートフォンリンクアダプター ADP1、 カメラと Android のスマートフォンを素早く一体化できる新アクセサリーです。専用ケーブルで接続することでデータ送信が可能です。以上、 EOS R3 と関連アクセサリーをご紹介させていただきました。この場では語り尽くせないほどのスペックを詰め込んでおりますので、詳しくはウェブサイトをご確認ください。なお、本日お伝えさせていただく新製品は他にもございます。ここからは RF レンズを2本ご紹介させていただきたいと思います。 RF100-400mm F5.6-8ISUSM、 RF16mm F2.8STM、 こちらの2本になります。まず RF100-400mmF5.6-8ISUSM です。 100mm から 400mm までの望遠ズームでありながら小型軽量を実現いたしました。描写性能に関しましても UD レンズを搭載することで鮮明な描写性能を実現しております。最短撮影距離は88センチ、望遠ズームでありながら被写体に近づいた撮影も可能ですので、大きなボケを生かした撮影が可能です。手ブレ補正もレンズ単体で 5.5段分、協調制御で6段分手持ちでの撮影も可能です。続きまして RF16mmF2.8STM です。こちらのレンズは小型軽量、約 165g、 超広角の単焦点レンズです。こちらは F2.8 の明るさを生かした風景撮影から自撮りや集合写真の撮影にも活躍できるのではないかと思います。13センチまで寄ることができますので、ボケを生かした写真表現も可能です。本日はカメラ、それから関連アクセサリー4種類、そしてレンズを2本ご紹介させていただきました。それぞれの発売予定日はこちらとなっております。これらの製品につきましては明日9月15日よりフォトハウス銀座大阪、コミュニケーションスペース品川名古屋でご体験いただくことが可能です。感染防止の観点から EOS R3 に関しては完全予約制とさせていただきます。お手数をおかけして申し訳ございませんが、詳細を概要欄に記載しておりますのでご確認いただけますと幸いです。なお、フォトハウス銀座大阪では夏季の期間 EOS R3 に搭載されているセンサーやマグネシウムボディ、デザイン画などの展示を行います。 EOS R3 開発の裏側もご覧いただけますので、そちらも併せてお楽しみください。また製品のご購入に関しましては9月16日10時から予約を開始いたします。フォトハウスでも16日のオープンから予約を開始いたします。本日は長時間にわたりましてご視聴いただきありがとうございました。我々キヤノンはこれからも皆様に喜んでいただけるような製品を開発してまいります。引き続きキヤノン製品のご愛顧よろしくお願いいたします。道具には魂が宿る、そう信じる人にとって道具は意志に呼応し、その役割を果たす。カメラもまた同じだ。作り手は長い時間と思いを注ぎ完成度を高めるが、撮影者がいなければただの道具に過ぎない。カメラに命を吹き込むことまではできないからだ。誕生からこれまで、たくさんの EOS が世界中の撮影者に迎えられ、
その役割を果たしてきた。人の手に渡ったイオスに同じものは一つとして存在しない。あなたの手の中で目覚め、共に歩き、まるで体の一部のようにその意志に応える。そしてあなただけの世界を描き出した時、イオスは真の完成を遂げる。すべてはあなたと一つになるために。そのイオスは世界に一つだ。